パラッツォ・ファルネーゼ18世紀中頃のパラッツォ・ファルネーゼの版画ジュセッペ・バーシ作パラッツォ・ファルネーゼはローマにある正規ルネサンスの建築。別名ファルネーゼ宮とも現在はイタリアにおけるフランス大使館として使われている。サーバニスター・フレッチャーが16世紀のイタリア建築においては最も壮大で素晴らしい建築であると評したこの建物は ドナトブラマンテの下で、サンピエトロ大聖堂の建造に携わった、アントニオダさんがロイル・ジョバネの設計。妹ジュリアが、教皇アレクサンデル6世の愛人となったということも、あり、1493年に、数奇教に抜擢されたアレッサンドロ・ファルネーゼの命で、1から2年の準備期間の後、1515 15年から、 建造が始まったが1527年のローマ略奪の時には作業は中断に追い込まれた。1534年1月、ファルネーゼが教皇パウルス三世になった時には三階部分のコーニスの完成と中庭のデザインを変更のためにミケランジェロを雇い、ファルネーゼ家の威信の象徴を作らせた。その厳格なファザードは前に広がるピアッツァから見ても多大なる。 存在感を放っており、特徴的なのがピアノの尾びれの窓上部にある、互い違いのデザインが並ぶペディメントや、中央の飾り気のない玄関、ミケランジェロの手掛けたコーニスである。中央の窓はファルネーゼが強行になった時に変更されたもので、強行感の紋章では、ローマ帝国時代の中では、最大のものを支えるためのアーキトレーブが加えられた。 このパラッツォは1534年と1541年に再設計され、元の設計者、サンガロの没年1546年からは、ミケランジェロの指示による修正が行われた。ありがとうございます。